今日の舞台は WWK アレーナ。天気は雨。このコンディションは少なからずプレーに影響を与えそうです。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするブンデスリーガの一戦、アウクスブルクがフランクフルトを相手にします。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。2013-14 年はアウクスブルクにとってブンデスリーガ一部で迎える2回目のシーズンでした。この時は前半戦を終わって勝ち点わずか9ポイントと前年以上の試練に直面することになります。後半戦に入ると生き残りを目指したチームは驚異の粘りを見せ、シーズン最終戦に勝利し、奇跡的に一部残留を果たしたんです。振り返ってみるとドラマチックなシーズンでしたね。何事も諦めないことが肝心です。さあキックオフ、アウクスブルクがボールを動かします。アンドレア・ポーリー、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。気は抜けない展開です。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。中に入れた。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。何をしてくるのか。いい狙いでしたがスルーパス、オフサイドラインを越えてしまっていました。これは見事なインターセプト。さてスタジオから情報が入ってきました。他会場でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがボルシアメンヘングラートバッハに生まれました。現在スコアは1-0、時間は8分を過ぎたところです。わかりました、経過報告ありがとうございます。なかなかのプレスです。ボールを取り返しました。いいスペースにボールを出しました。このスルーパスは通るか。ここはボールを戻します。ディフェンスが冷静に対応。奪った、チャンス。サポーターの中には文句を言っている人もいるようですね。選手が倒されたシーンの判定に納得していないんでしょう。まだボールは生きています。アンドレ・ハーン、いい流れで試合が展開していますね。ナイス、シュートを飛びついて止めた。いい攻めが続いていますね。このコーナーは得点につなげたいでしょう。サポーターもかなり盛り上がっています。クリアが足りないか。このボールはしっかり止めました。アンドレ・シューバー、危険なエリアです。フランクフルトのチャンスになりますか。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。サイドにスペースがあります。ヤン・モラベク、中にスペースがあります。これを決めればリード。タックルでピンチをしのぎました。選手が倒されたプレーはファールを取られませんでしたね。
観客席にもどよめきが広がっています。クリーンなタックル、ボールを奪いました。アンドレ・ハーン、アウクスブルク、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。チーム力では両チームに開きはないと見てよろしいでしょうか。そうですね、アウクスブルクと大きな差はないと思います。ジョバンニ・モレノ、相手にボールを渡してしまいました。カルロス・バッカ、これはナイスインターセプト。決まれば1点リードします。弾かれた、反応はマルティン・ヒンテレッガー。このシュートは枠に行きません。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。ジョバンニ・モレノ、アンドレア・ポーリー、アンドレ・ハーン、サイドをえぐって中を見る、アンドレ・ハーン、このシュートはうまくブロックしました。この位置から相手のマークがついています。プレスをかけて高い位置でボールを奪いました。ボールは相手に渡ります。得意の形に持ち込みつつありますフランクフルト。1点リードにできるか。ゴール入った。前線でもプレスを緩めず、チーム全体でボールに迫っていましたね。相手の隙をついた素晴らしいプレーです。これはキーパーの位置を見て判断したんでしょうか。よくニアポスト側に打ってきましたね。キーパーはセーブできず、かなり悔しいんじゃないでしょうか。セバスティアン・ローデ、カルロス・バッカ、ドゥルム、振り抜いた。シュートのコースを読んでいましたね。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。さあ後半残り45分、フランクフルトがリードしています。鎌田大地、このパスはカットされます。タッチを割ります。フランクフルトのスローインです。さてオリンピアスタディオンで行われている試合に動きがあったようです。はい、2点目のゴールがヘルタベルリンに生まれています。現在スコアは2対0、時間は48分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。
そう、鎌田大地、アンドレシューバー、そう、このチャンスは生かせません。試合はゴールキックで再開されます。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。アンドレア・ポーリー、試合の途中ですが、どうやら他会場で得点があったようです。はい、2ゴール目がボルシア・メンヘン・グラートバッハに生まれました。現在スコアは2対0、時間は56分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の動きについてお知らせしました。さあどうする、いい寄せです。カルロス・バッカ、素晴らしいボールです。これは狙います。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。中に入れた。ここはクリアしました。セバスティアン・ローデ、シュート、ゴールキーパーがボールを抑えた。さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。オリンピアスタディオンで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、1点目のゴールがケルンに生まれました。現在スコアは2対1、時間は62分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向、同点に追いつけるか。そろそろ仕掛けるか。この守備はちょっと抜けた。1対1の場面。でしたが、キーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。コーナーからエリア内へ、相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。ボールはエリアへ。可能性もありましたが、攻撃は失敗に終わります。相手のマークに合っています。ドリブルで進んでいます。狙える位置です。何をしてくるのか。カルロス・バッカ、いいところへ出した。セバスティアン・ローデ、中央にクロス、中央へのボールはクリアされました。カウンターアタックのチャンスです。カウンターを仕掛けましたがうまくいきません。試合の途中ですが、他会場でスコアに動きがあったようです。はい、3ゴール目がボルシア・メンヘン・グラートバッハに生まれました。素晴らしいパス、ゴールだ。決まった、フランクフルト。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。フィニッシュはニアサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。リードが広がったことで監督も嬉しそうです。勝ちを確信しているのかもしれません。この交代で流れを引き寄せることができるでしょうか。
ドリブルで相手を揺さぶります。クリーンなタックル、ボールを奪いました。カルロス・バッカ、ボールはコスティッチへ。いいクロスが中に入った。決まった、ゴール。この失点シーンですが、ペナルティーエリアの中で相手を自由にさせすぎですよね。もっと早めに潰しておけば防げていたんじゃないでしょうか。これは監督も怒っていると思います。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。素晴らしいボールだ。ここはキーパーがセーブ。ようやく落ち着いてきましたね。今のプレーは良かったですよ。中に入れた。このボールはキーパーがキャッチ。トビアス・シュトローブル。試合終了です。アウェーチームがこのリーグ戦で勝利を収めました。要所をうまく抑え、ゲームをコントロールしていました。それがこの勝利の要因でしょう。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないでしょうか。この選手ですが、今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。かなり良かったと思います。枠に当たってなければもう1点でした。今日のプレーは監督にも評価されていると思います。